まあ、実際にその職人さんがこう作業しているところを見れたりだったり、なんかこう絶対にこう日本、東京ではこう普段は絶対に見られないようなもの、イタリアに行かなきゃ見られないものだったりが少し見れたり感じれたりするので、一人でも多くの方に職人さんの凄さだったりとか、そういうものを感じてもらえたら嬉しいなと思いました。これですかね。これなぜこれ、お家にどうですかっていう。例えばこれ置けそうなメンバーだとどうなったの。深澤さんじゃないですか。あとふっかさんの家にリビングとかにも余裕で置けると思うんで、これふっかさんのお家なら多分行ったことないですね。去年あの4大ドームツアーをやらせていただいたんですけど、もっともっともっとこう一人でも多くのファンの方が見に来れるような形でライブができればいいなって思ってます。さらに大きな場所でやるとか、それかもっと公演回数が増えるようにとか、なんかいろいろな形はあると思うんですけど、でもなんか、まあ、願いとしては一人でもこう見に来れなかったなっていう方が減ったらいいなっていう気持ちで、なんかそういうことは思ってます、はい、自然が結構好きで散歩とかします。撮影とかで地方に行かせていただくこととかもあったりするので、そういう時にもう見る限り田んぼみたいな、で山があって海があってみたいなところがあると、もうすぐ僕出て歩きたくなっちゃうんですよ。散歩しに行きたくなっちゃって、でもそういうのがすごいリフレッシュされるので、そういうことをよくやってるんで、ちょっとこう皆さんもどうでしょうかっていう。何も考えないです。無で、あ、なんかカエルいるなとか、なんかここはブロッコリーの畑だとか、なんか本当に目に見えたものだけを思ってるぐらいで、でもそれがなんか何も考えずに入れてすごいリフレッシュされます。新たな一歩を踏み出す時ってすごい不安だと思うんですけど、僕も結構毎日もっとこうしとけばよかったなとか、悔しいなとか、明日不安だなとか思うこともあるんですけど、でもこう勇気を出して踏み出してみると、なんかいい結果がなかったにしろ自分には絶対後々ためになるような経験があると思うんで、ぜひ一歩踏み出してもらって、で疲れた時はちょっとこうカエルとかブロッコリーとか見に畑に歩いてもらえたらいいかなって思います。